週末以降は曇りや雨のすっきりしない天気が続きそうです。こちら予想天気図となります。日曜日、北日本を前線や低気圧が通過していく見込みです。また本州のこちら太平洋側には前線が停滞しております。そして台風14号、こちらですね、先島諸島に最接近する見込みとなっています。また月曜日以降ですが、こちら前線が停滞する見込みです。また台風14号が少しずつ北上してくる見込みとなっています。東シナ海では、停滞する可能性があります。最新情報をご確認ください。ではアイコンを見ていきましょう。こちらです。日曜日は北日本や東日本、日差しの届くところ多くなりそうです。ただ急な雨には注意が必要。西ほど雲が広がる空となります。そして週明け以降ですが、曇りや雨のすっきりしない天気が続きそうです。特に那覇など沖縄を中心として強い雨や強風、高波に注意が必要となります。このようにその後広いエリアで雨が続きます。また強い雨の降り方となる可能性もありますのでお気をつけください。最新の情報はウェザーニュースのスマートフォンアプリからもご覧いただくことができます。チェックしてください。